かったの。なんだろう、題名なの。そうですそうなんです。そう書いてあるもんね。やっぱ1分前だ。おっぷんちゃん、おっぷんちゃんの誕生日って、おっぷんちゃん、おっぷんちゃん、日本の航空機会社 D2 のキャラクター開発ユニット、キャラクターの子が、あ、そっか、今夜の台湾の情報バラエティめっちゃパフェ、あ、もう始まっちゃう。20秒前です。今夜は何も用意してないし、シルコン、何も用意してない、写真持ってる、10秒前です。7、6、5秒前、4、3、2、1。キャスの音が若干入ってた。時刻は10時を回りました。この時間は台湾情報バラエティジャッパーベーをお届けします。番組を担当しますのは、MC ユーナーリンと、と鈴と、こんばんは、イレイサトミです。よろしくお願いします。はい、どうも、よろしくお願いします。始まりました、お願いします。バタバタQ シート用意してなかったんで、ね、その最初に何いつも言ってたかなっていうの、Q シートを見てないけど、私見てる、みんな、いつもです。あんま見てないけど、だいたいひろきは見てるじゃん、うん、やっぱり、ね、あの進行役的な感じだから、まあ、流れは入ってるけど、でもちょっといつも言ってるセリフが何だったっけなっていうパッと出てこないよね、うん、こういうのって意外に。まあでもなんとかなるので、じゃあいつもに増して、はい、多分グダグダになると思いますが、先に謝っときましょうでもでもでも今日はあのみんなテンション高いんですよ。あ、嘘えやばい、温度差を感じてしまった。いや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 、そうじゃなくて、うんうん、あ、まあ、はい、それはなぜかというと、今日の特集は、はい、まあ、夏到来、うんうん、今年こそは台湾に行こうっていうことで、イエイエイ、またまたそのですね、台湾のおすすめの話とかも、楽しそうに台湾のこと話しとけばみんな行きたくなるだろうみたいな、ちょっと安易な考えでうん、うん、まあ言えばそんなに準備してなかったから、それだったら喋れるだろうみたいな、うん、っていうことで、はい、はい、お届けします。でオープニングトークなんですけど、うん、2人はオープンちゃんって、オープンちゃん、はい、な、誰、オープンちゃん、わかんないオープンちゃん誰、これだよ、これこれだよ、これ誰これ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 、あ、犬みたいなやつ、これ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 、うん、何、犬みたいなやつ、両方、そうそうそう、あれ、あの、うん、コンビニ、セブンイレブンかどっかで台湾でもらえるシールみたいなやつ、うん、そうそう、まあこれは実際夜市で買ったんだけど、これこれ何、セブンイレブンのキャラクターなんですか。重い PC ツイキャスに見せてください。うん、何のキャラクター。セブンイレブンの公式キャラクターで、うん、それはあの日本でも、いや、台湾ののセブンイレブンの公式キャラクターで、全然見えなさそう、あっちあっちあっち、あの、あ、銀のやつ、こっちだこっちだ、ツイキャスの方には見れるんですけど、このオープンちゃんの誕生日が7月11日セブンイレブンの日みたいなんですよ。あ、だから今日はめでたくオープンちゃんの誕生日、あのウィキペ情報によると2005年に生まれたってあるので、おお、セブンとイレブン、なるほどね、2005年、まあ2005年なんで、うん、11歳ぐらい、11歳、まだ幼いね、うん、13祝いもまだだね、そのオープンちゃんの誕生日10歳祝いっていうところが沖縄らしい、ね、まあまあっていう、ハッピーバースデー、なんで台湾に行ったら結構オープンちゃんのグッズとかがあって、うんうんうん、じゃああれかな、今日は台湾のセブンイレブンではなんかこういろいろやってるんですかね、もしかしたらやってるのかな、プレゼントなりなんかね、どうなんだろう、あったりするのかな、あったらいいね、あったらちょっと欲しいな、 あ、でも聞いたことないかも、オープンちゃん、あ、うん、なんで手伸ばしたオープンちゃんは
絵は見たことあるけど、うんうん、見たことある。いやそれはだから名前初めて知った、うん、毎回見る僕のパソコン見てオープンちゃん見てるって言ってるわけじゃないでしょ、うん、ではなくて、あ、こっちにも携帯にも、ね、これじゃないからね、うん、あのセブンイレブンにちゃんと。結局これは何なの、犬なの。犬、この黄色っぽいやつはオープンちゃんで、もう一個なんかいるじゃん、ピンクの彼女みたいな、みたいな、なんだろう、オープンちゃん血液型O型で、うんうん、出生地がオープン星みたいです。時計の7時方向にロケットで11日間飛んだところって設定がしっかりしてる。しっかりしてんのかな。で、好きな言葉が Always Open。 これはあの台湾のセブンイレブンの CM とかで、うーん、 Always Open セブンイレブンっていう CM があって、まあ、多分そこから撮ってきたんだろうと。で、このオープンちゃんの隣にいるキャラクターは何だろう、うんうん、そう、その女の子みたいな、ももちゃんみたいです。ももっていう名前で、お嬢様育ちのピンクコッカースパニエル。は、コッカースパニエルって何だ、何それ、犬の種類。あ、犬の種類、犬の種類みたいです。じゃあからオープンちゃんも犬だ。で、そのちくわっていう名前のあれがいるみたいですね、キャラクターも。ね、ドラマでも日本のやつ、オープンちゃんの親友。お、なんです、ツイキャス FM ギノワンのワンちゃんを作ろうって来てますよ、対抗して。あ、対抗してFM ギノワンちゃん、あFM ギノワンちゃん、ギノワンちゃんでいいんじゃないですか。うまいね。まあちょっと絵がうまい人にお願いしようかな。じゃあ私無理だな、はい、絵心ないから。うん、上手。私、あ、全然絵はあんまり得意じゃないけど誰が描くの。はい、じゃあ3人は無理だってことで、うん、はい、別の上手い人に頼みます、うんうん、はい、そうしよう、はいはい、まあ、オープンちゃんの話は以上で、うん、また折を見てちょっと紹介したいなと、はい、はい、思います。で、それからですね、先週のですね、うん、ちょうど金曜日から土曜日にかけてですね、ちょっと台湾に台風が訪れた、ね、うんうん、訪れたっていう言い方あれだな、上陸したみたいで、うんうん、で、台湾で特に被害が大きかったのは、うん、台東っていう台湾の南の下の地域なんですけど、うん、その台東ではその地元出身の人気歌手アーメイとかが200万元を同政府に寄付したりとかしたみたいで、うん、で、9日現在での被害総額が24億2100万円の特に農林水産業に被害を受けたみたいで、結構大きめな被害があったみたいですね。大きかったもんね、はい、台風。確か台湾で1950何年以来に次ぐ大きさでだったみたいなんですよ。相当だね。じゃあだから沖縄ではそんなに影響なかったんだけど、ね、台湾ではちょっと影響があったみたいで、わー大変だよです、ね、まあ、早めの復興とか、うん、でもその死者も出たみたいなんで、うん、ちょっとね、また早めの復興、うん、やっぱりその、ね、台湾も日本と同じくこの自然災害の被害は多いので、うん、まあ、早めの復興をお祈りする。そうですね、まあ、一番はやっぱり観光することがいいかなと思うので、時期を見て、うん、このね、あのいいタイミングを見計らってどんどん観光しましょうっていうことで、うん、今日はなるほどね、みんなにそこにつながるんですね、台湾に行こうっていう思いを電波を通して伝えられるように、はい、うんうん、3人で頑張ろうということで、そうですね、はい、はい、じゃあ皆さん最後まで、うん、今日もお楽しみに、はい、ということで、本日のオープニング曲はですね、うん、台湾のワンフーっていう、うん、ちょっと新進気鋭の今後出てくるだろうっていうそのアーティストのこのワシャルっていう夏をイメージした曲で、この曲面白いのが台湾のアーティストだけど三線が途中で流れるんだけど、ちょっとどこで流れてるのかっていうのを注意しながら聞いてみてください。それでは、今日のオープニングナンバーはワンフーでワシャルです。どうぞ。ちょっと、2008年とか多分結構新しいアーティストで、僕はこの前台湾に行った時に中華航空の機内で CD みたいなの聴けたんですよ。でその時聴いてちょっと、あ、なんか斬新だなって、夏って感じ。このシーゴアっていうのがスイカって、ピンパンっていうのがアイスのアイスキャンデーなんです。
PV 見たら分かるんですけど、ね、スイカとアイス両手に持ってみたいな。ピンシャー、ピンシャーではないんだ。ピンパンって言ってますね、これは。やっぱ違うんですね、ちょっと、うん、違う、うん、余計難しい。一緒に聞こえるけど、なんか、うん、さてさて、今日は台湾の、もうあんまり準備してきてないから、ちょっと夏天だ、ヤンバンだから。いい子の歌、聞き取りやすい。あ、聞き取りやすい、うん、言葉がいい。夏天だ、ヤンバン、夏の太陽。確かに聞き取りやすい、うん、とってもわかる。コメントいただいておりますね。本番ラジオをその CM 明けにまたちゃんと紹介したいと思いますね。平林さん、兵庫県からわざわざありがとうございます。この番組はですね、まあ、台湾のオタクの私と台湾好きで両親2人が台湾人で、ちょっと台湾に目覚めつつある3人でお届けしております。キャプテンさん、いつもありがとうございます。夜なめにお疲れ様。明日のナイトガレージ、番宣よろしく。あ、はいはい、ぜひ。ナイトガレージも。この歌いい。すごいいい歌。美味しそう。ちょうど今の時間お腹が減るな。どんな風に消化したのかな。まだあっちでなんで食べたことないんだろうな、うん、そのこういうとこ行ってみたくて、まだ行ったことないですよ。海鮮、あ、これ海鮮のやつなのか。なんかこの字が入るやつで居酒屋、あ、ローチュー、ローチュー、あの台湾の式居酒屋ですみたいなとこにまだ行ったことがない。1つ100元ぐらいで取ってお酒を飲みながらみたいな場所、ああいうとこにまた行ったことないんだよ。あ、ゆふみさん、沖縄海鮮ですよ、ね、で平林さん、台湾はこれからですよね。そうです、これからですよ。夏はもうもちろん冬も結構いいですけど、やっぱりその沖縄と同じく夏もまた。今日何度なの気温。あ、忘れてたそうだそうだ、終わるんじゃない、明けに、終わるんじゃない、明けに今調べときます。もうね、実際こういう時自分がこっち行ってたの。そうなんですよ。このドレスやばくないですか。すごいね。やばい。変身写真館一度行ってみたいな。あ、行きたい。行きたいけど結構高いですよね。バウチがいい。だけど結構時間とお金を使うから、うん、余裕がないと。行きたい行きたい。余裕がない。今日の体型は仕上がりは相当なもんですね。まあいじられてるからしょうがないですけど、一生もの体が50%、そうか、50%、6.5 OK、 こっちにも見せれってよ。誰ね、ひふみ、こっちにも見せれ表紙だけね、表紙だけ、はい、表紙に消しちゃう。お、いいっすね。いやいや、皆さんもその、なんだろう、台湾の何々は何々ですかみたいなことがあれば、何々ですかって何ですか、何でもいいんで。あ、返せるものは、はい、返せるものは返しますんで、3人いるんで、うん、3人よれば文字の知恵でしたっけ、うん、はい、そんな感じだったよね。だからなんとかなります。中国語ですか、それは無理です。あ私は無理だな。台湾料理レシピ集お願いしますって来てますね、平林さん。ルルブか、ルルブ、台湾料理のレシピ、大正解。
一番台湾料理で多分作りやすいのはルーローファンかな。お家で作りやすいのはこっちで出てきて、こっちなんだ、トラなんだろう。あ、10秒前です。8、7、6、5秒前、4、3、2、1。はい、時刻は午後10時14分を回ったところです。この時間は台湾情報バラエティジャッパーベイをお届けしております。さてさて、この時間からはですね、台湾のニュースを小出ししていく、台湾ニュースヘッドラインだったようなヘッドラインって言ってもしっかり紹介するんですけどね、うん、はい、まあ、台湾と沖縄関係のニュースをね、はい、だったっけ、どんどん、はい、うんうん、やっぱりこの沖縄と台湾を、まあ、結びつけようとような、はい、うん、内容でお届けしております。でちょっと音楽中に指摘があって、うん、まあ、毎回最初に台湾のレートと天気を紹介するんじゃねえのかっていう指摘があったので、はい、ご紹介したいと思います。そうだよね、本日の台北の天気は曇り、はい、で湿度 100% で風が 6.4km 時速ですね。で気温が26度ですね、うん、本日もまたジメジメした暑い天気であります、うん、そうだね、でも26度過ごしやすいかも、ね、暑いで涼しいね、26度って、うん、でも 100% の湿度だからね、うん、もうあジメジメってちょっとね、うん、すごいまとわりつく、あまり広い風が吹いてそうな、はい、で12日明日の天気ですが、はい、これは雷、雨と雷を伴う天気ですね。で気温は28度から25度、うん、うん、やっぱりちょっと涼しい、ね、うん、あでもジメジメしてるから28度から25度って沖縄だって最低が今28ぐらいの最高33ぐらいじゃない、うん、今だいたい暑い、まあ、あそこもともとジメジメしてるかも、うん、そう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 ですね、多分ちょっとね気温体感がまたちょっと高いですよね、うん、暑いかなと、とにかく暑いんですね、はい、でそれから台湾の本日のレートですが1ニュータイワンドル 3.186円、うん、はい、非常にお手頃に旅行できる値段となっております、うん、はい、はい、なのでぜひ、まあ、今日の放送を聞いて早速チケットを取りたくなったらどうぞどうぞ、はい、うん、あ締まり悪いな、はい、入手、うん、入手入手行きましょう、入手、はい、入手行きましょう、はい、どうしよう、誰から、じゃあ私から、はい、あそうだ、その前に、うん、その前にツイキャスのコメントを、うんうん、紹介した方がよろしいかなと、はい、わあ結構コメントいただいております。そうですね、ちょっと、まあ、サクッと紹介したいと思います。空軍1号さんがですね、9月末にロイチューが来日予定ですよって。そうなんですよ、うん、ロイチューどこに、日本に、日本に来日予定なんですよ、ちょうど今琉球放送でやっているスクリューガールが終わった後、うん、はい、もう今月で終わりなんですけど、終わった後今月からいよいよロイチューの最新作の、はい、新しいドラマがね、はい、結婚なんてお断りが、はい、放送開始されるんで、うんうんうん、それを DVD 発売もされるんで、それを記念して9月ぐらいに来日、うん、回しもんみたいなのがよくわかるんです、いやいや、はい、オタクなので、ロイ中来日するみたいで、DVD の特典で今回はそのロイ中と行く新州旅行みたいな企画もあるみたいなので、はい、ロイファンの方はぜひまたゆくゆく紹介したいんで、はい、いい情報ですね、はい、ありがとうございます、はい、いくらぐらいかな、だからね、金額いくらぐらいなんだ、ひふみさん、この間の台風1号の被害大変だったみたい ね、 そ う、 たね、そうなんですよ、最初冒頭で紹介した通り、ちょっと台東という台湾の南の東の地域がちょっと被害を受けて、はい、早めの復興をお祈りして、また安定してきたら皆さんで旅行に行きましょうということで、うん、そうですね、はい、ということで、あ、ちょっとブルガリさんがですね、台湾って何語って来てるんですけど、台湾は共通言語は中国語ですね、うん、中国語で、台湾で使ってる中国語のことを国語、国語っていう言い方をします。国語、ちょっとあの中国大陸の方とちょっとだけ違います。ちょっとだけ分かりやすい例で言うと、あのおはようございますっていうのが
中国語の大陸だとワンシャンハオって言うんですよ。ワンシャンハオだけど、あの台湾だとそれこんばんはでした、すいません、ザオシャンハオでしたね。ザオシャンハオで台湾だとザワンって言うんですよ。ザワンとか、はい、でこんばんははワンシャンハオで、ワンアンって台湾では言います、うん、とか、あと中国語は巻き舌が強いとか、ちょっとだけまたいろいろ違って、はい、なので台湾は中国語だけど大陸の方とちょっと違いますね。まあ、台湾語っていう言葉もありますけどね、台湾語はそれこそこの番組の名前のジャッパーベイとか、ジャッパーベイは中国語に直すとチーパオラマっていう、ご飯食べましたかっていう。ジャッパーベイって台湾語だったんですか？台湾語で、そう、今更私何なんだろうってずっと思って今更、うん、でもなんか、はい、あの発音がやっぱ違うんだろうね。ジャッパーベイっていう、さっきの中国語のやつ言ってみて、チーパオラマ、スーパーオラマ。あ、やっぱりちょっとなまってる。そう、私なまってるかもしれない、うん、なってチーパーオラマ、まあ、ってクエスチョンとかじゃないの、はい、あ、そうですそうです、チーパーオラマのスーパーオマ。あ、やっぱりちょっと違うね、おなまりっていうことらしいです、はい、うん、まあ、一概には言えないですね、じゃあ、ね、だからちょっと台湾語もまたそのさっきそのスーズーが喋った中国語もちょっと台湾なまり、地域によってまたなまりがあるので、多分僕がやってるのはそのあのなんだろう、そのビデオとかの、あの中国あの中国語のそうちゃんとしたビデオのやつだから、ビデオのやつとかだから強くしてるとかだから、はい、ですよですよ、はい、さあ、あ、結構あのもうコメント来てるんですけど、また後ほど紹介したいと思います、うん、はい、ニュースいきますか。台湾ニュース、はい、行きましょう。誰から行きますか。私から行きます。頑張れ。沖縄観光 PR 誌、台湾で41万部発行、沖縄への観光誘致を図ろうと、琉球新報社は10日沖縄観光タブロイド誌第1号、夏だ来た沖縄へ、うん、を中国語で言うと夏天来了来去重新度假去を台湾で初めて発行した同時に台湾の大手台湾大手紙、うん、中国時報に、うん、20万部を何だっけ織り込むほか、13日から台北市内のファミリーマート600店で計21万部を無料配布します、うん。台湾の観光客がこれまであまり訪れない、都八重山、久米島、ケラマ諸島などの離島を中心に取り上げ、観光スポット、カフェ、エステティックなど幅広い内容を網羅しています。網羅しています。台湾で最も人気のある沖縄ブロガーのスタンリーさんのインタビューも記載され、スタンリーさんは沖縄は奥さんのような存在と、大好きな沖縄料理や一押しの絶景ポイントなど沖縄の魅力を語っています。沖縄本島は沖縄美ら海水族館をはじめ、海中道路、世界遺産の勝連城址などを巡る一日ドライブコースを取り上げた。はい、はい、結構台湾から来る沖縄の観光客多いけども、うん、まあ多分そんな中で実はこういうところがあるんだよっていうのをもっと知ってもらおうっていうことを今どんどん取り組みでやりつつあります、はい、なるほど、はい、はい、どっち行きます？じゃあ私、あ、はい、じゃあどうぞ行きますね、はい、台湾の李登輝元総統、石垣島で31日公演、日台交流がテーマ、7月4日沖縄タイムスからですね、台湾の李登輝元総統を招いた講演会、主催同実行委員会が今月31日午後2時から石垣市前里の ANA インターコンチネンタル石垣リゾートで開かれます。総体退任後の来日は8度目で、2008年に沖縄を訪れていますが石垣入りは初めてです。講演テーマは地方から発信する日台交流の進化で、台湾がいかにして自由と民主主義、人権を獲得したか、東アジアの平和と安定をめぐる知見などを語るそうです。
実行委員会の副代表世話人を務める中山義孝石垣市長は今月2日に記者会見し、日本と台湾の交流は人的経済的にも広がっている、その方向性を見出すいい機会だと述べました。事務局を担う八重山経済人会議の大浜一郎代表幹事は、沖縄と台湾の関係は今後ものすごく重要になる、多くの方々に来ていただきたいと呼びかけました。講演会の定員350人で参加費は2000円となっております。で、この2人は台湾の元総統の李登輝っていう方を知ってる？うんうん、知らないです。存じない、ですね、台湾はですね、もともと中国大陸にあった国民党というところの蒋介石さんっていう人が1949年に台湾にやってきて、一回その独裁のせ、あのバッてやったんですよ。独裁でその台湾を支配したんですよ。でその後息子の蒋介石が総統になって、でその後この李登輝っていう方が、はい、すごいのが来たよ、なったんですけど、うーん、李登輝空軍1号さんが、李登輝さんは撮影したことがありますって、一度お会いになってるんですね。でこの李登輝さん何がすごいかっていうと、初めて民主的な選挙によって選ばれた総統なんですよ。最近も台湾で総統選挙があって、女性初の総統の民進党の蔡英文さんがなったんですけど、そんなような感じで台湾はもともと独裁だったけど、国民でその民主的な選挙という方法を得て民主化した、この最初の総統がこの李登輝さんで、なのでその彼のことなんて言うんだろう、慕うっていうか、日本でも李登輝さんすごい人気で、まあもともと京都大学にいたっていうのもあって、そこから日本、なんだろう、日本、まあ当時台湾統治してる時にその兵士として、兵隊として戦ったっていうのもあって、かなりの親日で、すごい日本のことをよく知ってる方なんですよ。なので日本の中でもその李登輝さんを日本に呼んで何々しようとかっていう李登輝友の会とかっていう会とかがあって、すごい日本でも有名な方ですね。はい、ぜひ覚えてください。はい、李登輝という名前、簡単に会えるんですか？いや、簡単には会えないですよ。簡単には会えない方です。はい、だから会ったっていうのはすごいですよ。すごいね、はい、すごい。沖縄のこととかもいろいろなんかやってる、知ってるっていうかみたいで、なのでまあぜひこの行ける方が、石垣の方とか、はい、いればぜひ、あのまあ彼はもうペラペラなんで日本語、はい、なんとか正雄っていう名前、日本名も持ってて、あの当時日本はそのあの統治してる時に日本語の名前持ってた方もいるので、なんとか正雄っていう方で、一応京都大学にも留学か入ったのかでいたみたいで、在籍してたことがあるみたいで、はい、はい、というニュースでした。はい、じゃあ次、最後に私いきます。お願いします、はい、ポイントカードで割引、物産展、沖縄と台湾の百貨店が提携発表。沖縄県内唯一の百貨店デパートリューボーを経営するリューボーインダストリーは4日、台湾の大手百貨店太平洋総合との提携を発表しました。太平洋総合などを経営する円筒グループ発行のハッピーゴーカードをリューボーで提示すると割引などが受けられます。またリューボーが目利きした県産品を総合の物産展に出品することで、台湾での沖縄物産の認知度やブランド力のアップ、沖縄観光での消費特権につなげる予定です。ハッピーゴーカードは台湾人口約2337万人のうち約1300万人が登録し、1万1000以上の加盟店を持つ台湾最大の共通ポイントサービスとなっています。うん、さらにリューボーは今月26日から8月9日にそごう中高館、これは、はい、中高館、そごう中高館で開かれる物産展日本今昔全国商品展への出展企業商品もリューボーセレクトとしてプロデュースし、業界でも異例の百貨店同士が催事に協力し合いますということです。はい、ということで、ほう、じゃあ、まあ、はいはい、旅行をさらにしやすく台湾の方はなるってことですか？そうです、そうです。あの、いいね。例えるんだったら日本の定カードが使えるみたいな、うん、それいいよね。はい、いつでも使えたらなとかって、すごい人が登録してるんだね。みたいです。だからその、ね、日本でいうテイカードみたいな。すごいよね。うん、2337万人中1300万人が登録って、うん、半分ぐらいかな。だいぶ半分以上じゃないですか。うんうん、日本のテイカードみたいな。すごいね。うん、
それが使えるって本当助かるね。だから反対にその日本の T カードとかが使えれば、うん、まあ、使えたらね、ポンタ派の方もいるので T カードかポンタカードどっちか使えればいいかなと。でもあっちではローソンないでしょ。ああローソンない、ね、そっか、うん、あっちはね、あ大体だから、じゃあ T カードで、はい、なんで微妙に濁してんの T カードほぼほぼ言ってんのにまあ、いいなー、はい、台湾だからさっき言った感じでも台湾の人も、うん、来やすくなりますね、うん、ますさらに。だって旅行先って結構買い物するしね、うん、買って帰りたいしね、うんうん、そうですよ、たまったらありがたいよね、はいはい、ということ で今日は3件紹介しました、はい、でちょっと1曲お届けしたいんですけど、うん、ですね、もう台湾語の曲ちょっと流そうかなと思って、はいはいはい、これですね、シェ・ジンエンさんっていう台湾ですごいその40歳ぐらいなんですけど、すごいその足きれいな足きれいな方がいてまあ足きれいっていうのはどうでもいいんですけど、はいはい、あ台湾どっちしようかな、どっち、女性台湾語の、あ女性ですよ、女性女性、40歳ぐらいだけど40歳に見えないぐらいパワフルで、で彼女の曲は一度聴いたらちょっと耳から離れられないような、うんうん、ちょっと洗脳系の曲なんですよ。もう一回聴いたら絶対忘れないっていう。もうさっき台湾語の曲紹介するって言ったんですけど、彼女はもともと台湾語の曲歌ってたんですけど、これじゃあ若者に聞かれないってことで、中国語のこの洗脳、相手を洗脳するような曲を歌い出してから若者にも支持が出てきたんですけど、その曲をねかけたいなと思います、はい、シェ・ジンエさんでジエジエっていう曲です。どうぞ。姐姐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 じゃない、姐姐は違う、お姉さん、ジェジェ、お姉さんじゃないのこれ、でも意味はお姉さんっていう意味、意味かな、なんでだろう、なんで姐なんですか、姐姐姐姐姐、あ一緒か、ジェジェ聞こえるね、姐姐、あ今も姐姐姐40歳なのだよ。あ、確かに40歳が歌ってるって思うと40歳ちょっとパープね、ジェジェとチェチェを聞こえる、同時に気を取られます、うん PV です。あ、前言ってた人だね、え、これ女、あ、女性ですよ、 あ、これは女だけど、あ、これも女、女です、女性です、なんかちょっと PV よろしければ、この歌はおすすめです、え、綺麗ね、はい、40歳ですよ、PV がでもなんか外国って感じ、めっちゃなんかすごい、あの何を表現したいんだっていうのがわからないような PV です、シェジンエさん感じで出るんじゃないですか、そしてジージー、あ、カイラ、ジェジーじゃん、ジェジー、じゃあ、姉さんではないですね、じゃないね、違う、姉さんは漢字が、ね、全然こんな感じじゃない、ジー、これ今のさっきのジェジー入ってた、うん、お姉さんっていう感じです、一瞬ジェジー、うん、さつって結構きますよね、これポリスみたいな格好してるよ、はい、何を表現したいのかがわからないです、確かに、これですね、ぜひ聴いてほしいですね、あ、チンチン入ってた、面白い歌です、あ、確かに、あの若い、40歳とは思えない、頑張ってんだろうな、あの実際、僕あの年末の
アニメ見たんですけど、足綺麗でした。まあ遠かったからそんなには分かんないけど。じゃあ幼稚園中不思議だね。 CM 行きます。他の曲も結構衝撃的。歌の名前は GGA だ。歌の中ではちょっと変えてるんだろう。結構他の曲も PV すごくて、なんだすごい。40歳がやっていいのかな。これもすごいですよね。何を表現したいのかわからないように。とにかく自分がコスプレしたいんじゃないですか。なんかすごい多分別のものになれるっていうことに喜び、七変化したい人なのかもしれない。七変化さだって出せれるうちに出さんとね、うん、話とかって思うと最近お父さんがジュークーリャンっていう台湾のコメディーの俳優なんですけど、うん、ジュークーリャン、この前一回曲かけたことあるんですけど、トンサンザイチ、あ、トンサンザイ、まあ、いや、あの曲かけたことあるんですけど、まあ、この彼との確執があるっていうので、ちょっと芸能ニュースも台湾の芸能です。実際、アイサさんにお伺いしました。その件コメディーも入ってるのかな、PV に。いや、この、あのシェイジンエンさんのやつは入ってないです。入ってないんだ。パパのやつは、あ、コメディーは入ってないんですけど、もうゴリゴリの台湾語なんですよ。あのジュークーリャンのやつはまたどんどん紹介していきたいと思います。面白いです。あれあれちょっと何を超えてた。10秒前です。1、2、3、4、5秒前。4、時刻は午後10時36分を回ったところです。台湾情報バラエティジャッパーウェイをお届けしております。さてさて、ツイキャスにもですね、コメントがたくさんいただいておりますのでご紹介したいと思います。ブルガリさん、沖縄の観光客はダントツで台湾の方が多いんですかという質問が来てるんですけど、そうですね、今ランキング的に言うと台湾人、韓国人、中国人か、中国人、韓国人、いや中国人ですかね、台湾人、中国人、韓国人だったと思います。台湾は多いです。あのこれでも僕のデータが多分去年のやつだったんで、今はもしかしたらちょっと変更があるかもしれないんですけど、まあそれでも台湾の方はかなり多いですよ。で、空軍1号さん、7個が使えたらって。7個あ、7個はちなみにセブンイレブンの、はい、カードです。あ、7、そっか、7個っていうのがあって、うん、それは東京では使えない。使える。7個はセブンイレブンとかイトーヨーカドーとかで使えるやつ。まあだからそれが使えたらいいなっていう。でもまあそれが逆に沖縄で使えないから、うん、あんまりかなと。やっぱりテイカードだよ。うん、だからね。で、はい、ブルガリさん、毎度こんばんは。こんばんは。で、平林さん、カード使えるのやーって。このカードはどのカードだろう。クレジットカードはまあ、まあ、使えますよ、ね、はい、基本的なところだと使えるので、世界中で使えるだろうけど、うん、ひふみさん、あ、寝てたって、おいこらこらこら年かな疲れてんだ。名古屋のダンサーズさん、すいません、くも字に気を取られ遅れましたって。いえいえ、はい、素直だからいいでしょ、はい、いいです。僕もまあくも字聞くんで。ああ、他局じゃないですか、はい、ラジオ好きは場所で表現するんですよ。サトミーがいるところは西町って言ったりとか、うん、知らなかった、うん、あ、本当ですか。そうなんだ、うん、そうなんだよ。ということで、うん、はい、コメントありがとうございます。どんどんお寄せください、待ってます。ということで、本日のテーマは夏本格到来、
今年の夏こそ台湾に行こうということで、この夏の台湾の魅力を発信できたらなと、はい、さてさて2人は夏に台湾に行ったことはない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 んないんかい。私はね、暑いの嫌いなんだよ。暑いの嫌いって、そんな沖縄だって暑いじゃん。そうなんです。だからもうそれ以上暑くなるのは嫌なんです。沖縄だってもう車社会で、自分の車でね、どこにでも行って、まだずっとクーラーにね、テリトリーもかるしね。そういうことか。でもね、台湾行くと自分で運転するわけじゃないじゃないですか、うん、もちろん歩いたりとかMRT 乗ってとか、暑いんだよ。まあでもそんなだここで僕が言うのは、うん、だからこそその時に食べるかき氷が美味しいんです、うん、いや美味しい、美味しいのはすごくわかる。もう汗だくになってるじゃない、うん、で、建物の中はクーラーすごい効いてるじゃないですか、うん、ビンビン。もうね、これが多分ダメだと思う。だし、割と台風とかの、ね、影響も受けるじゃないですか、うん、夏はね、急にね、うん、あの台風が来るから行けなくなったりとか、うん、行っても何もどこにも行けないとかなっちゃうから、うん、夏ってあんま行かないんですよ、うん、だから私にも夏のおすすめ方教えてほしい。なるほど。そんな今日はですね、うん、強力な助っ人を呼んできてるんですよ。はい、出たよ、またなんで。そのあ、はい、私？いやいやいや違う、その前だから、はい、またなんか誰かなと思った。いや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 、電車かなんかが来るのかなと思った。名前忘れたけど、今日はもっとゲストがいるのかな。今日はもう僕よりももっと詳しいルルブさんに、ルルブさんで会ってる、ルルブさんルルブさん来てます。トラベル台湾っていう、はい、方にまあ、お越しいただいて、あのちょいちょい僕がわからないところ小出ししてもらおうかなと。なんであの残念ながら喋ることができないんで、うん、3人で、うん、もうちょちょっとつついて、うん、情報を出していこうかなと、うんうん、でですね、夏の台湾といえば何が気になるんですかね、はい、皆さんは逆にね、 その辺も聞きたいですね、はい、あ絡めたら絡んでください、お願いします。あコメント来てますね。こんばんは、はじめまして、ヨナバルのビバと申します。ユタシクです。はい、どうもよろしくお願いします。チンドードーチージャオです。はい、中国語でよろしくお願いしますって言いました。あ、はい、あこの表現は台湾だけの表現みたいで、中国大陸だとまた違う表現、チンドードーゴアンジャーみたいな表現になるんで、はい、雑誌笑って、はい、そ, そうです。やっぱりやっぱり困った時の雑誌って いやいやいや、なんて言うんだろう、その代わりなんだろう、ほらほら、もっと詳しいだけであって、その、はい、ポッて出された時にポンって答えるけど、もっと詳しいのは雑誌にあるっていうだけの話で、うん、雑誌で気になった場所に行ってるかもしれないからね、うん、そうそうそう、だからどうしよう、じゃあ今回夏に旅行したいとプランを計画しているスーズーさんっていう方がいて、はい、じゃあそのスーズーさんがじゃあちょっとその雑誌見ながら、うん、ちょっとなんかその2人、さとみとどこ行こうと思ってるんですか、うん、今年の夏の台湾、まあ、夏かどうかわからないけど、まあ、とりあえず私はあっちに行こうと思ってる。ね、あそこどこ、どそこ、9分、あ9分行ってないんですよ。10分ですね、9分、私まだ行ってない。9分の記憶がない情報ですと、9分はですね、台北から約1時間離れた郊外、ね、新平市っていうところにあるんですけども、うん、9分はもともとどんな町かっていうと、炭鉱で栄えた町なんですよね、うん、金、うんうんうん、あ炭鉱じゃないな、金鉱で栄えたゴールドコーストみたいな感じで、金でちょっと栄えた場所で、うん、でそこの当時の名残がそのまま残って、今は観光地になってるんですけど、うんうん、やっぱり九分といえば皆さんが思い浮かべるのが、ね、ジブリのジブリですかね、千と千尋の神隠しとおっしゃる日本人が非常に多いんですよね、うん、でも残念ながら実は千と千尋の神隠しのロケ地ではないと、うんうん、これはですね、台湾の TVBS っていうニュース番組を専門に放送している放送局ですね、がね、うん、ジブリの方誰でしたっけ、宮崎駿さんにインタビューした時に、うん、本人が直接違いますよというふうにおっしゃってて、でその時のエピソードとして、実はね、僕東京に住んでて近所をモデルにしたんだけど、福岡の方から僕のモデルですよっていう声が上がって、うん、なんでそういうことよくあるよっていうふうにおっしゃってて、なのでまあ千と千尋のロケ地ではないんですけど、それに似たような場所が、はい、見れるので、まあ、非常に綺麗ですよ、うんうん、そうですね、夜行くと
提灯、はい、みたいなのね、提灯みたいなのがあって、でもなんか台湾の私の家族によると9分はあんまりおすすめはしないらしい。それどうしてるんですか。なんかあんまり見て、うん、一応楽しめるけど、うん、あんまり行かないって言ってた。まああんまり行かないかなと、長いはできないって言ってた。うん、でも雨が多い場所ですよね、うん、9分で、うん、だからちょっと逆にもう滑りやすくて階段も急だから気をつけないといけないっていうの、多分ね、うん、いろいろとあるので皆さん行かれる方ちょっと注意してほしいんですけど、ず、うん、っと階段とか登ってあるような町の作りですからね、うん、でここでまあ9分情報ですけど、9分に行く場合はだいたい中興復興駅っていう MRT の駅を降りてバスで行くかタクシーで行くかの2パターンがメインなんですけど、まあバスで行かれる方が安いんですけど、乗り合いのタクシーが結構あって、で日本人がもう9分に行くことをタクシーの運転手は分かってるので、日本語で書かれた画用紙でここここいくらみたいな話をしてくるので、まあちょっと怖いなと思う人は乗らない方がいいんですけど、まあ慣れてる人だったら乗ってもいいかなと。乗り合いなんで全然知らない方が乗って、まあ5人ぐらいかなで乗り合いのタクシーがあって、まあそれだと直接9分の入り口まで行ってくれるので楽っちゃ楽ですよね。まあでも台湾の運転手結構荒いんですけど、運転ふんふんってやばいやばい事故るだろみたいなの。しかも9分はね、はい、このさなんかね、坂が山というか坂というかすごいとこ登っていくからね、うんうん、なんで、だからそのバスで行く方法とタクシーで行く方法がありますよっていうのと、うん、あと9分でおすすめなポイントが2つあって、うん、まず1つは芋の餅が有名なんですよね。ゆえんゆえだったかな、ちょっと発音は忘れたんですけど、うん、芋えんって書いて芋の餅が有名なんですよ。芋の、うん、要するにでんぷん粉で作った餅で氷が入ってるやつがあって、それは食べた方がいいです。まあまあ結果的にどこでも買えるんですけど、まあ9分が売ってるけど、まあ9分が有名なんですよ。でさらに9分になんか変なおばさんがいるんですよ。見た目が変なおばさんが、これ多分雑誌とかに載ってるかもしれないですけど、お店の店員さん、店員さんで変なおばさんがいるんですけど、それどう変なんですか。なんだろう、ちょっと私んちのお母さんみたいな。ああびっくりした今、うん自分の親かな。私のお母さんではなくて、はい、急にお姉にアニメの私んちっていう、はい、急にお姉になって、しかも何を言い出すんだろう。私の家のじゃないですよ私んち の, あのお母さんっぽい人が、はい、いて、ちょっとそのあ女の子の人見た感じ面白いっていう店員さんがいます。はい、でまたちょっと歴史が気になる方は、9分はその近郊時代の博物館があるので、うん、まあ時間があったら訪れてみてはどうかなというふうに、うん、はい、革細工安いですよ、うん、あっち革細工がすごい安かった、はい、これが、はい、ルルブと張り合ったか知らないけど、私の知ってる9分情報でした、はい、じゃあそうだ分かった、じゃあどうせならちょっとルルブと勝負しましょう、うん、ルルブと勝負、はい、だから今9分出してきたじゃないですか、うんうん、出してきたじゃないですかじゃなくて出してきたじゃんここ徹底しますからね、うん、はい、あ敬語で言っちゃった、徹底するからね、うん、だからルルブと今ちょっと一発勝負で、この、うん、じゃあ地名を出してきたら僕が地名を出したら僕がそれにちょっとルルブとかと対抗して情報を、うん、出して、うんうん、まあだから正解とかなんか補足を出してくれれば、なんかどっかの地名を言えばいいんですか、うん、来い、んあ今ちょうどそのダンサーズさんがですね、イーランって言ってるんですけどね、イーランもね、はい、僕イーラン行ったことあるんですけど、イーランはですね、僕はねイーランのソウっていうところに行ったんですけど、そこ台湾のもう北の右側って考えて、手のひらで考えると左手が台湾だとしたらこうですね、左手がの甲が台湾だとするとまあちょっと人差し指の第一関節あたりぐらいかなと、非常に分かりやすいですよねぐらいかなって、そこに曹っていう場所があるんですけど、そっからだと晴れた日に久米島じゃないね、与那国島が見えるんですけど、キューゴの話しかしてなくなっちゃう、はい、イーランはですね、このイーラン餅っていう薄いせんべいみたいな、まあ、世界一薄いなんだろクッキーって言われてるのがあって、でそれ海苔味とかミルク味とかあって美味しいっすよ。でイーランのあと ラトーかな、ロートン、イエシ、ロートンの夜市にはですね、うん、そのさっきちょうど話したこのピーナッツファーシェンをすりつぶしてアイスやって、うんうんうん、
あれだ、私がちょっと苦手なパクチーが入ってる、パクチーが入ってるアイスが夜市にありますよ。はい、まあ、パクチーを抜かすこともできるね。抜かしたら美味しいけど、でもちょっとパサパサしてるんだよね、皮も。クレープの生地とはちょっと違って、ちょっと違うかな、うん、粉がついてるっていうか、あ、なんかちょっと違う、粉が気になる系。そうですね、うん、まあ、うん、まあ好みがありますよ、うんうん、はい、僕はまあ、まあ、ちょっとパクチー入れたんで、パクチーはない方がいいかなと思ったぐらいで、うん、まあ美味しかった。イーランはそうです、そういう、うん、はい、ほうほう、どこ行きます、はい、なんかありますどんとこへ。私が好きなところ、シーメン、シーメン、シーメンディン、シーメンはよく行ってる、西門町ですよね、よく行ってる。ああ、もう僕も好きですよね。なんで好きかっていうと、シーメンにはですね、台湾のアイドルショップがあるんですよ、うん、いっぱいあるかも、はい、僕がそこでシールとか買いましたよ、うんうん、シールとか。なんだっけ、日本版の原宿って言われてる場所でした。そうですね、その渋谷とかって言われて、渋谷とかね、あの若者の街って感じ。シーメンのところに、ですね、レンガの建物の場所があるんですけど、これちょっと載ってる、レンガのシーメンに、その、 あるでしょ、そこに、そこは実は5時以降に行かない方がいいって言われてる。なんで、なんでかっていうと、ゲイが集まるからっていう、そのゲイのたまり場になってるっていう。台湾には結構ゲイのたまり場って言われるスポットがあって、あの台北駅の近くの228和平公園とかも結構ゲイが集まるっていう、うん、だから、あとちょっと やらしいお店もちょっと奥の方にあったりします。 あるかもしれない。でもともとなんか一応その中、ただそこを実はその台湾のアイドルとかがよくイベントとかやったりして、うん、サイン会とかやって、うん、たまにそのアイドルが写ってるホームページの写真とか見ると、そこで撮ったっていうのとかがありますよ。まあ、シーメン他に有名なのはですね、まあ、若者の街なんで映画館があったりとかいろいろして、うん、でそこに何でもあるかも、はい、何でもありますね、うんうん、でシーメン実はその露店が結構並んでたりするんですよ、うんうん、映画館のとか、ね、実はあれ違法で、うんうん、そうだよ、ダダダダ、そうそうそう僕も行った時にその注文したら、なんかチリンチリンみたいなの鳴らして一斉にお店がのけていったんですよ、うん、あるんです、台湾たまにそういうところが、取締りが来たみたいな、みんなカタ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 って一斉に片付けて。夜市もそんな感じだしね、うん、これ昼間も夜も関係ない、だいたいこういうの夜にやってて、私あんまり会ったことないんだよね、うん、あ、本当ですか。昼はあんまりそういう、まず露店がそんなになくて、うん、夜に行けば結構露店が出てる、まあ、だからこれを見たらちょっと文化の違いっていうか、あ、台湾に来たなっていうのが、うん、感じれる。その撤収の速さも面白いんだよね、うん、見てると、ガランガランガラン、あ、僕今注文したのにみたいなどうしよう、 今注文し直していいのかなみたいな。ちょっと待てばね、また戻ってくるからね、うんうん、すぐね、やり直すから、うん、もう面白い、うん、楽しいよね、うん、あと有名なのがこのアーツォミエンシェンっていうこのお店、ミエンシェンっていうちょっとそうめんみたいな、僕食べたことがないんで分かんないんだけど、すごい人が並んでて、シーメンに、まあ、いい、気になる方は、まあ、ルルブさんとかに聞いてみたらいいんですけど、とかに乗ってて、よく食べるかも。それが結構並んでて、まあ、僕はちょっと時間がないから並ばなかったんですけど、まあ、並んでみて食べても美味しいかなと。このアーツォミエンシェン、なんだろう、日本人好きかな、うん、ちょっとそうめんを、うん、細く切ったみたいな、細く切ったというかちょっとふやかした感じ、うん、でずるっていく、うん、でだいぶ柔らかいわけ、うんうん、赤ちゃんが食べるような感覚って思ったら、あんまりかもしれない、うん、私ラーメンもバリ方とか片面が好きなんで、うん、柔らかい、だいぶ俺も、うん、すごい柔らかくて、あととろみがあるスープで、とろみがあるスープでさ、うん、そうそうそう、ちょっと甘め、あ、だからちょっと一口でいいかな、うん、人が食べてるのちょっともらうくらいでいいかなうん、うーん、 それはでも結構定番で、うん、朝ごはん朝食でも食べるかも、うん、サンドイッチと一緒とか。なるほど、うん、名古屋のダンサーズさんがですね、ピーナッツを水飴で固めた塊をカンナで削るよね、そうそうそう、カンナでさっさって削ってそれをアイスに入れるんです。これイーランのさっき言ったアイスの話なんですけど、うんうんうん、でダンサーズさんがシーリン夜市のガサ入れがしょっちゅうあるよ、うん、スーツケースで移動してるって、うんうん、ね、面白いよね、うん、あれ見るので。それか空軍1号さん、日本人がよく並んでるところ、多分このアーゾーミンシンのことかなって。そうなんだ、でも台湾人も結構並んでるイメージがあったんだけどな。まあ多分あのちょっと巷でもうここが有名だってなってきて、うん、だんだん日本人が並ぶようになってきてる
まあ、せっかく行ったからにはね、食べたいだろうしね、まあでも、並んで食べるのもいいかなと。じゃあもう時間がないから、あと一つぐらい、ね、あと一つぐらい、あと一つ。さとみさんなんか、じゃあ今パッと開いた時にジップ、これちょっと面白い、ジーフェンが、シーフェン、あ今目の前にあったから、今開いたところに、ランタンが有名な町なんですけど、このランタンがその願い事を書いて飛ばすんですよ、でお祈りをするっていうのが結構あれ天狼って言うんでしたっけ、天狼って書いてます、隣のページはそんな感じだったよ、天狼かなっていうのがあって、まあ僕も行ったことないんですけど、よくドラマとか映画とかのシーンで出てきます。ここ、ね、楽しかった、私は行きましたけど、もう一回行きたい場所です、ここは。わー、行きてー、行きたい、もう一回行きたい。でも私今一番行きたいのは台中のこれに乗ってたかな、あの何、ウユニ塩湖、ボリビアのウユだっけのウユニ塩湖の台湾版みたいなのが台中にあるの分かります？なんだウユニ塩湖って、あのほら鏡みたいに舌がなって映る、自分が映ってる あれが台中にあって、あっちに一番行きたいところなんですよ。ただ3月から10月がいいみたいで、私夏嫌だから行けないじゃんって、当てはまってるね。そう、いやだからそれを見に行けないじゃんってなってる場所があるんですよ。あ、こっちね、このこれ、まあ分かった、今日ちょっと思いついたから、もうこの企画いいかもしれない、その一種格闘技戦みたいな感じで、ルルブ VSあのユナーリみたいな感じで、またちょっと勝負したいな。そうだね、足りないね、足りない足りない、ちょっと、まあ結構やりながらいい企画だなって自分で思っちゃった。またはい、また今回はじゃあもう引き分けということで、はい、0勝0敗1引き分けということで、こういうのをやりだしたら多分ネタないんだなって思ってた。おっしゃる通り。いやでも来週はね、まあちょっとできれば袋劇っていう舞台詩っていうのがあるんですけど、それを紹介したいなと、ちょっと、はい、まあ勉強してきます。はい、もう宣言したんで勉強してきます。はい、じゃあ本日は以上になります。皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、来週もよろしくお願いします。それではまた来週。